大野木信之は日本の作曲家、静岡県出身、千葉大学工学部中退、株式会社ナムコの QTQ を見てゲーム制作に興味を持ち、1980年同社に入社。当初はプログラムデザイナーとしての入社だったが、シンセサイザーで作った曲がラリー X のハイスコア BGM に採用された。その後はサウンド担当として、 ギャラガヤ、マッピーなどの音楽を手掛ける。1985年にナムコを退社し、遠藤正信のゲームスタジオ設立に参加。翌1986年、デジタルエンターテインメント設立に参加し、代表取締役に就任。GMO、初期サイトロンレーベルのゲームミュージックアルバムをプロデュースし、オリジナルバージョン収録の際のエディットやアレンジも多数手掛けている。 その後サイトロンを退社し、ゲーム業界から離れ、実家の味噌屋を継いでいた。2019年2月、コロンバスサークル社からリリースされた MD、m d、MD、互換器用リズムゲームソフト16ビットリズムランドに楽曲を提供した。同年死去、63歳ボーナムコ在籍時ナムコ退社以降自身の楽曲のサウンドトラックは除く。ありがとうございます。